どうもこんにちは、くしげです。今日もエカーナやっていきたいと思います。1で止まるものがなかったんで、とりあえず全部最初にしてきておきました。こんな感じでですね、スライダーはいけるんじゃないかなと思うんだよね。下方向の変化球覚える？でもなぁ、いけるかどうか微妙な線だよね。とりあえずスタミナ行こう。とりあえずスタミナ行こう。で、江藤とかは放置、空速 OK。まあ、急速でいいかな。いや、請求行こうか。で、大元はまあ、大元のものを直せば OK、急速。で、姿はここから守備と補給あげます。守備補給、守備補給、ひたすらも守備補給。で、田中 OK。田中は肩で置いとこう。福原、総力 OK。弾道でも上げましょう。シギは総力を上げようか。それで、シギは総力。いや、守備だな。守備いくよ。で、二兵は肩。と、小日向はもうなんかだいぶいいね。と、もう、守備このまま、格上げしましょう。で、田代さんも肩。と、西山はパワー OK なんだよな。となると、補給でいいかな。守備かな。中岡も、本当に、だいぶ育っていける。守備。と、板倉も、守備 OK なんだよな。肩行こうかな。補給行こう。で、塩野は、ここから肩と守備上げます。土屋はママを放置。それで、最善はどうしようかな。最善、パワー OK でしょう。肩行こう。で、広野さんも、ミートとパワーが圧倒的に足りないと思うんだよな。と、まあ、とりあえず、補給でも上げておきましょう。そんな感じで入会式までカット。そんな感じで、1963年、私、大阪で本日やっていきたいと思います。そんな感じでですね、本日は福本さんを呼びいたしております。福本さん、盗塁へ、走塁強いな。この福本さん、こんな強いんだね。ほう、福本さん強い。トルイエ、チャンス B、悩んだ、チャンスメーカー、かくらんと。で、怪我戦に草回復ビアはまあ使わないけど、まあ、とりあえず今回はひたすら走ってもらおうかなと思っております。福本さんでございます。続いてですね、青のインコースヒッター、ムード×。まあまあまあ、ムード×だけ外れればベンチ入り全然できる。とりあえず、ムード×を消してあげたいから、ムード丸の方使ってあげる説も全然ある。よし、次、ホイト。フルヒッター、かくらん、あ、盗塁 E だけがちょっと残念だけど、強えな。あ、小糸めっちゃ強え。もう小人のように小糸がめっちゃ強え。次、石塚。伸び F か。いやいや、打者能力割といいな。伸び F か。いや、伸び F 以外はめっちゃいいんだよな。いやー、ちょっと考えます。次、山中。あー、お前もリリ伸び C、いいか。どうしようかな。ピッチャーがちょっと微妙。ちょっと微妙、ピッチャーが。いや、杉崎にかけるしかない。次、角。いぶしき。おお、こっち強い。これ、なんか、普通に強い。おお、キャッチャーとしては多分青野の方が上だけど、トータル的に、走力とか見ると角強い。いや、角いいね。いい角してんね。で、杉原。おセカンド。おお、いいじゃん。通り C、早期 C。あ、普通にいいね。で、次、堀。はい。お、盗塁ミブルヒッター、窮地と。強え。これは強い。これは普通に強い。黄金世代来るぞ。で、杉崎。お、普通にいいな。あ、杉崎エース説ワンチャンあるぞ。杉崎と西塚をとりあえずベンチ入りさせて、杉崎育てるか、普通に。そして気になってる人、この手、え？天才クソ強えな。天才クソ強えな。やばい。天才クソ強え。やばい。229だって。今回200超えが1、2、3、4、5、5人。半分200超えだよ。やばい。もう今回全国優勝図と、この全国優勝図が、この3人と、堀と、で、プラス福本さん、小牧と、完璧に黄金世代始まりますわ、これ。やばい。これちょっと、オーダー組んでくるんで、このままちょっと皆様、お楽しみにしててください。オーダー組んでまいります。でですね、オーダー自体は組んできたんですけども、パープル2021が始まってしまったんですよ。ちょっと方針変更いたします。パープル2020のこのデータは、これから生放送でやっていこうかなと思います。こんな感じでですね、山辺はどうしようかな。山辺、
できるのが結構 OK でですね、そのデータ自体、このオーダー自体は組んできたんですよ。オーダー自体は組んできたんですけど、まあ小牧君だったりとか、まだちょっと愛着深い選手みたいなのも何名かいるんですね。なんでこのデータ、パープル2020のデータ、まあ、これ福本さん読んだんですけど、このデータはとりあえずこれから生放送でお届けしようかなって思いますので、よかったら生放送見に来ていただけると嬉しいでございます。どうぞよろしくお願いします。こんな感じでですね、本日この動画をもちまして、一応パープロ2020白金高校編としては最終回を迎えようかなと勝手に思っております。でですね、生放送多分通知が来るとか来ないとかあると思いますので、一応告知だけはツイッターの方でするようにはいたしますので、もしよろしければツイッターのフォローとチャンネル登録高評価していただけると嬉しいでございます。どうぞよろしくお願いいたします。そんな感じでですね、もうちょっと進めていこうかなと思います。よかったらお話お付き合いください。でですね、今ね、珍しくね、ヘッドホンつけずに喋ってみてるんですよ。意外といいね。なんかもう、もともとね、ヘッドホンなくて喋れない子だったんですよ。前ラジオやってて、FM のラジオをありがたいことに私持たせていただいてたんですけど、こちらでですね、やっぱその耳にさつけて出たら、まあ耳につけてヘッドホンつけてやったんですよ。だから結局その喋り慣れなくて、猛烈にさ喋り慣れなかったんですよ今まで。だからもうなんかなんとなくないと嫌だみたいな、あれあるじゃないですか、なんかこれはないと嫌だわみたいな、そういうないと嫌だわってのに超悩まされてね。なんか試しに今日めんどくさかった、めんどくさいなんて言ってないよ、めんどくさいなんて言ってないよ、まあめんどくさくて外してみたんですけど、まあ、外してもいいね。なんかありますよね、なんかこだわりみたいなね、こだわりはたまには捨ててみようぜみたいなことだよね。ここはスタミナ変化、で、スタミナ変化器覚えよう、覚えましょう。おう。で、田中肩。と、ドシビオッケー、ホキーコー。で、シーギは、そういく。どうしようかな、しばらくさ、今のところパープロ2020、ちょっとため撮りしてまして、ため撮りしてる分があるから、ちょっと、動画、パープロ2020が上がるんですよ。その間でパープロ2021上げちゃう動画、いっそ上げちゃうってあるよね。上げてもいいな。ね、上げてもいいな。みんななんかいつなら生放送来やすいみたいな、言っていただけたらなんか、その時間に合わせるじゃないですけど、合わせるってなんかめっちゃ上から目線で好きな人好きじゃないですけど、なんかこの時間なら見に来やすいよみたいなあったらコメントいただけると、ありがたいです。どうぞよろしくお願いいたします。で、平野さん、そうなんだよな。まだ、卒業捨ててない転生 OB とかが結構いてさ、その選手たちをね、やっぱ、どうやっても、どうしても、卒業されたいんだよね。自分、個人的に。だから、やっぱ、言えるところまで、やりたいかなってめっちゃ思う。そこだけは皆さん、すいません。まだ完全に切り捨てられないんで、そこだけお付き合いいただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。どうしようかな、どうしようかな、ほんと。来年ってか、新しい高校のこととか全く考えてなくてさ、超絶にパープロ2021のことをね、忘れてたんですよ。パープロ2021ってなんやねんぐらいだったんですよ。だからさ、もう全然、もうなんか頭から抜けててさ、いつ最終回にしようとかがなかったから、まあパープロ2021までやっていくんで、そちらどうぞお願いいたします。しばらく日本投稿しようかな、日本投稿できるかな、これで今どうだろう、なんでこういうタメ撮りを作った時に限って新しいアップデート来るんだろうね。そういう人生なんだろうね、これって。板倉でいきます。板倉どうしようかな、チャンスプラス1、あ、対左じゃない、行こうかな。対左 D にしたい。OK! いいね。まあ、そんな感じでちょっと進めていきます。
てか進めてきますって言ったけど別に進める必要がないんじゃないか。生放送でやっちゃった方がその分自体はいいのか。なんか生放送でみんなでワイワイしながらやれたら楽しいよね。その分ね、しようかな。やっぱもう生放送に回そうかな。パワプロ2020だけどね、パワプロ2020栄冠ナイン来てくれるのかね。パワプロそこだけちょっと持っちゃう。パワプロ2021ですって寝ちゃう。もうなんかパワプロ2020、パワプロ2021っていう風に2つタグってタイトルつけちゃえばなんとかなるかな。そういうところちょっとすりことしながらやるんで、初見の方とか見てもらいやすいようにはやるんで、よかったら生放送の方ぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんな感じで今回はそこの本屋さん泊まって終わりにしようかな。なんでここからは完全にこの白金高校編生放送に移行いたしますので、もしアーカイブも基本的には私残しますんで、よかったらそちらで見逃したよって方とかは見ていただけると嬉しいです。そんな感じで猛烈に中途半端にはなりましたが、約1年間おおそれで資本約1年間ですね、私のこの白金高校編見ていただきまして本当にありがとうございました。本当にこのゲーム実況、まあ1年間じゃないか、ゲーム実況初めてですね、私ちょうど1年ぐらいなんですよ。ちょうど1年ぐらいなんですけど、チャンネル登録者数ですね、今私723人なんですけども、ちょうどねこの723人に行くまで723人に行くまで多分初めの時は180何人とかだったんじゃないかな。私一応ドラマーでしてね、基本的には音楽のことばっかりでたんですけど、たまにはなんかこういう風にゲームが好きだったんでゲームやってもいいかなっていう風に思ったんですけど、なんかまあそういうのもあってゲーム実況始めて、まあたくさんの方に見ていただけて、まあ、いろいろと本当に楽しいことを毎日やらせていただいております。そんな感じでですね、白金高校編長いことやらせてもらいましたが、今回で一応動画としては最終回になりますので、よければですね今後生放送に見に来ていただけると嬉しいです。いつも白金高校編見てたよって方はぜひチャンネル登録して、一応そのベルマークみたいな通知マークでしたっけみたいなしていただけると多分通知とか来るようになると思いますので、ぜひ新しい高校も見に来ていただけると嬉しいです。そして生放送も見に来てください。どうぞよろしくお願いいたします。なのでまた次回の動画で皆さんお会いいたしましょう。またね。